今、あの金杯さんの切り抜きを見たんですよね、えー。今まで最悪の検査結果、そろそろもう命がないと医者に言われた、肝不全一歩手前かで。内容が結構ガチなんだよね。全然ネタ感がなくて。で金杯さんの,あの顔がもう黒いんだよね。でいろんな,なんか数値をその検査結果さらしたんだけど、非常に悪いんだよね。まあ その聞いたこともないような言葉ばっかだけどねその数値の名前とかあの俺わかんないんだけどでもこの KP 劇場が結構あの、まあ、説明してくれて、まあ、これこれこんだけ悪いんだよみたいなこと言って、まあ、相当悪くて、まあ、まあ彼はそのル中なんだよね、まあ、みんな分かってると思うけどで結局先やめらんなくてでも入院も別にする気ないってねあの楽しくねえから。 先やめた方がまあ得策だって分かってるわけよ入院するよりねでも先はやっぱやめらんないっていうわけよこれがねある中の恐ろしさで,で意味深な発言したんだよねまあ本人もさまあキャラではなくさまあ字だと思うんだけど命ね落としてもいい亡くなってもいいって言ってるわけよビール飲んで飲んでもううまいから好きだし命なんていらねえよって、まあ、覚悟を決めてるんだよねでもね そさっき言った意味深な発言がでももうちょっとなんか長く生きていたいなってポロッと言ったんだよねおかしいでしょもうこんだけ数値も悪くて医者にもねもう,もうあなたもう先ないよって言われて顔真っ黒でねでも俺まあそういうつもりだから別に冗談じゃないからお前からねその命なんていらねえって言って酒好きだからうん もう好きなな酒を飲んでね効果ないようにしたいだからそうなるって分かっていたんだけどで,でももうちょっとなんか長く生きていたいな特に別にやることとかやりたいことないんだけどでポロッと言ったのそれがなんかねなんか刺さるんだよね俺の中でなんかやっぱ人間の心っていうのはさやっぱ前向きなんだよね、まあ、この人前向きじゃないけどだから前向きな 側面がまだ残ってるんだだよねだからやっぱちょっともうちょっと生きていたいって言ったんだよねポロッとそれがすごいね印象的でしたでコメント欄が非常に面白いんだよねこれ結構シリアスな内容でしてまあ先辞める危険だからしょうがない配信者の未来はバッドエンドしかない苦しまずに楽にいけるように祈ってるよまあねって感じだよねまあ金梅さんもねまあそれを望んでいるからね もう諦めているのに病院には熱心に行こうとこう。<laughs> もう,えもうえ気がついた時に酒をやめても無理だよ。私の親も観光変の手前で酒やめたり頑張ったけど亡くなる時はすごく血気と入って苦しそうになくなった。ね、でもこれも一瞬なんだろうね。本人にしたら酒で死ぬことは珍しくもら、まあ、横山のやっさんとかそうだよね。タコ八郎とかね。諦めているという設定。 ある意味いかに健康を大切かを気づかさせてくれる、えー、動画。金杯はまだまだ生きてほしい。あ、俺も、うん、こんな感じ。ほんとさ、ザ・ノンフィクションの世界だよね、えー。まだ死にたくないと思う何かに巡り合ってほしい。だからそういう一面がちょっとあるんだよね。えー、自分の一方的な感情だけど、金杯さんの配信、これからも楽しみなんよ。まあね、面白いもんね、この人。まあ、最近はね、なんか。 あのスローな活動だけどね、全世紀は面白かったよね。嬉しそうに数チャ表してるじゃんよかったね。これ皮肉だね。確かに弱ってきてるのは分かるえ。病気に限らず人はとしくったら、ね、みんなれる。金梅の元々の体が丈夫だからなんとか持ちこたえているだろう。本当にやっぱりね、50過ぎた。ほんにはね、強いからこそやっちゃうんだよね。新八丁もそうじゃん、ストロング飲んだりとかさ。強いからね、金梅、新八丁ってね、体がフィジカルがね、先天的に。 だから大切にしないんだよね。えそろそろ、えー、本気の利用者を処方しないけどえ金杯さんお酒めとしまだ知らな,ないのえ。これからもいっぱい配信をして生きていくの。これからもビールを飲むのをやめてください。みんな心配してるんだよ。このお母さんみたいなこの意見がでも金杯さんには通じないんだよね。え酒、薬物、 現通ながらここまで来た結果が今、金倍の建設逃避レベルは以上に受けているとここまで来たんだなと、しかし、配信に出会い、足跡を残した。まあね、すごい、的をえてるよね。年収なら800万あるのに、どうして建設逃避するのか理解できない。建設逃避の結果に年収800万だったんじゃないの配信外でわかんないけど、ワクワクでき時はなんだか、 悪くなっていく自分を楽しんでるの見える頼むから、えー、体をもっといたわって少しでも長生きしてほしいねただのビールパネルだなこのままだとうなちゃんまみたいになる俺も、えー、断酒したんだからパイさんマジでさきもう無理だよねこれはねいや今回は本当にいくでしょう10年前から言っていたとしても 俺もこれ気になった。髪の毛だけはものすごく健康だよね。だから強いんだよ。元が強いんだよ。だから本気でさ、あのスポーツとかやっていたらさ、あの、そのスポーツのさ、先生とかになれたんじゃない <laughs> くらい俺強いと思うけどね。なんかロッククライミングとかできそうじゃん。あとこれね、セルフネグレクト、つまり、色やかな。本当だよね。俺もこれよく思うんだよね。金配そんなに性格悪くないから好き。あ、確かにね。 人生確かに暇つぶしな何をこのように残したかなんて重要じゃないよくわかります。この板の口さんもそうだけどすごい頑張れる人だと思うな。せめて年末まで禁止してほしいんですが多いはずだからまだ見たいんだよね。金杯のことがねってことなんですよね。だから結構ねシリアスなコメントが多くてなんか僕もねなんかジーんとしちゃいましたよ。